皆さんは天皇陛下が一体何者なのか知っているでしょうか？天皇陛下ご自身のその存在については知らない人はおそらくこの日本にはいないと思います。しかし天皇陛下が何者なのかについては日本人の大多数の人は知らないのではないでしょうか？一体天皇陛下とは何者なんでしょうか？天皇陛下とは日本国憲法第1条において日本国及び日本国民統合の象徴として規定される地位にある人のことを指します。天皇陛下の歴史はかなり古いもので約2000年ほどまで遡ることができ、初代の天皇陛下は神武天皇だと言われています。神武天皇が本当に実在した人間なのかについては分かりません。しかし日本の古典である古事記と日本書紀に神武天皇が登場するので、その日本書紀と古事記にある記載がその存在の裏付けとされています。古事記日本書紀によれば、神武天皇は天照大神の子孫にあたります。天照大神とは国生みの神であるイザナミとイザナギから生まれた八百万の神々の頂点に君臨する最高神のことを意味します。この最高神の子孫が神武天皇であるとされ、神武天皇の子孫が代々天皇陛下として日本を治めてきました。つまり天皇陛下とは天照大神の子孫であり、その血統のゆえに日本国を治めるに値する存在、日本にあまたある神社神道のトップに君臨し、最高祭司として神様に向かって日本国と日本国民の安寧と繁栄を祈る、いわば神様と日本国民の仲介者、天皇陛下とはそのような存在であるとされています。私は今日皆さんに一つの疑問を投げかけたい。天皇陛下とは本当に誠の最高祭司なんでしょうか？天皇陛下とは誠の大祭司なんでしょうか？いいえ、違います。天皇陛下とはただの人間であり、誠の大祭司ではありません。ヘブル人への手紙1章1節から3節、8節から12節。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子についてはこう言われました。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し不法を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた。あなたに並ぶ誰よりも多く。またこう言われました。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます、しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。ヨハネの福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。
光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝てなかった。神様は初めに天と地を創造されました。